皆さん、こんにちは、岡です。またね、帰宅したので、トーク動画2本目を撮ります。まあ、今日はね、割と時間に余裕が持ってたので、今日はってか今日もだね、まあ、引き続きね、トーク動画の続きになります。まあ、続きになりますって言っても、大した要件というかね、内容はないんだけど、まあ、株とトクワタをやりながらね、地味に、まあ、お話しすればいいかなと思って。で、 なんか、いろいろ質問コーナーが来てたんだけど、お母さんって一体何者なんですかっていうのをまた来て、まあ、俺が何者なのかはあまり深く詮索しない方がいいと思う。あの知れば知るほど、すごく変わった人だから。うん。で、お母さんって割といつもテンション高いですよねっていうけど、割といつも元気な人っていうイメージはある。<laughs> うん。なんか、忙しくても割と元気だったりしてる。まあ、基本、 ポジティブっていうか、うか明るい人間だからね、あんま悩まないし。悩まないっていうか、<laughs> 悩んでるのがもったいないなっていうタイプ。いろいろと。で、お母さんは普段どんなものを食べてますかとか、何糖ですかって言われたけど、まあ、辛糖と甘糖かな辛いもの、キムチとか、割と好きだし、唐辛子とか好きだし、まあ、甘いものだとやっぱりケーキとか食べたりとか。 わらび餅とか食べたりとかするかな。なんか、お母さん、わらび餅好きですよねっていう風に言われたんだけど、めっちゃ好きやで。ははははは。めっちゃ好きやでって、なんかさ、あまり使わない言葉だけど。うん。もうよく食べるね。なんか、うん、美味しいよね、わらび餅って。あと、きなこ餅とか好き。割ときなこが好き。<laughs> あの、なんだっけな、アイスでもさ、 きなこ餅のアイスとか食べるとさ、美味しいなと思って。よくさ、雪見大工とかあるじゃん。あれのさ、きなこ餅みたいなの食べるとすっげーうまいんだよね。あの、チロルチョコとかでさ、だからきなこ餅みたいなのあるじゃん。<laughs> あれすっごいうまいんだよね。<laughs> なんか、きなこ餅の話になってるね。でも割ときなこ餅は好きだね。あの、お正月とかはさ、餅食べるじゃない割ときなこ餅で食べてることが多いかな。 ま、辛いもんで言うと、唐辛子とか、キムチとかなんだろうな。で、しょっぱいもの。しょっぱいものなんて食べるんだろう梅干しとかあ、梅干しはしょっぱいってよりも酸っぱいか。まあ、どっちでもいいんだけど。うん。渋いもの。渋いものはあんまり食べないかな。苦いもの。苦いものも食べないな。苦いもの、例えばピーマンとかゴーヤとかうん。 でもまあ、好き嫌いはそんなにないから、基本的に何でも食べるかな。ただ、あの、なんか、たまにトマトとかが、出ると、ご飯とか出てると、トマトか、って思う時はある。うん。あと、キノコ類があんま好きじゃなかったりとかする。けど、食べれないことはない。基本的に全部食べれる。食べれるんだけど、あんま食べないよねっていう。うん。そういう人です。 食べれるんだけどあの、食べなくていいんだったら食べなくて、あ食べない人うん。食べるか食べないかって言ったら、まあ食べてもいいけど、あの好んで食べないよって聞う人うん。そういう人です。割と変色なのかって言われると、うん、変色なのかなでも割とバランスいい食事してる感じはするよね。最近、岡さんがハマった。 ドラマーなんですかドラマードラマ見ないもんなこれ。ドラマん。前に見てたやつでいいならば、なんだろう。え、最近のドラマはよく知らないんだよな。え、なんだろう。え、ドラマー。すげえ古いのでいいならば、 流星の絆とか、すげえ古いの言ったら、あの、嵐のニューヨークがやってた欄はうん。とかかな、すげえ古いの出てきたよ。あと、最近で言うならば、多分去年にやった、妻小学生になるっていうやつ、割と面白かったなって。俺さ、前に言ったかもしれないけど、堤真一さん好きなんだよ。堤真一さん誰よっていう人は、まあ、あの、調べてもらえばわかるんないけど、割と渋い。 イケメンのおじさんうん。あ,あの人、で俺、セーラー服とき感じで見たときにすんげーかっこいいなと思って、あいろんなドラマ出てんだけど、ファーストペンギンとかにも出てたね。うん。なんか割とヤクザっぽい人なんだけど、割とヤクザっぽい人っていうさ、ま、紹介の仕方がおかしいんだけど、あの割となんか渋くて、ちょっと、あの、こわもてな方でもすっごい繊細で優しい方で、 いい人なんだけど <laughs>、お前会ったことあんのからって話すんだけど、俺でもね、つみさんにね、会ったことあるんだよね。ちょっと、ちょっとお会いしたことがある。<laughs> うん。まあそれはいいんだけど。あとは、なんかドラマっていうと、ドラ、ドラマってあんまり見ないんだよな。俺が今までハマってきたドラマで、一番面白かったのってなんだろう うん、コードブルーとかでもコードブルー誰が出てたか忘れた。ヤマピーだっけヤマピーとガッキーとかだっけなんかその辺だよね。<laughs> うん、トライエリカも出てた気がする。トライエリカといえば流星の傷だな。で、もう一人さ、ジャニーズのタンジャニだっけいたんだよね。あの、ちょっと顔の濃い子が。いや、顔が濃い子って言い方も変だけど、西木戸くんだっけ <laughs> え、なんだろうね。ドラマってさ、あんまり、なんか、パッと出ない気がする。なんか、ドラマって言うとさ、なんか、うん、アニメの方がよく出るね。最近見たアニメは何ですか最近見たアニメ、鬼滅鬼滅新しいの始まってよね。あと、ポケモンかなあとは、あの、最近、 始まっったたばっかりのの六道の女たちあれさ、六道の女たちって読むんだよね、多分ね。あの、女とか、あ悪女と書いて女あのね、六道くんっていう男の子が、すごい、最初は平凡な男の子だったんだけど、平凡というか、いじめられてた男の子なんだけど、急に、悪女にモテる術を手に入れたっていう設定で、まあ、悪女たちと、うん。 なんかいろいろコメディ的なラブコメディ的な漫画なんだけど完結したのね完結してそれをね読んだんだけどいつ完結したんだろう去年か一昨年ぐらいしたんけど割とねなんかすごい成長していくロクドくが成長していくお話がすごいいいなと思って最初は術の力ばっかり使ってあの悪女たちとの物語なんだけど最終的に術に頼らずにエンディングを迎えるみたいなかっこいい男になる 六道くんが、一人の、なんか、イケメンになるお話 <laughs> うん。まあ六道くんはね、かっこいい男だよ。あとなんだろう。王様ランキングとか。うん。アニメといえばさ、虫キングもさ、アニメやってたんだよね。てか虫キングさ、アニメのさ、ブルーレイ出るでしょうん。おすすめかなと。でも俺多分買わないんだよね。 そもそもなんかさ、DVD かなんか持ってるし、別にそこまでかなーみたいな。なんかそこにさ、あの、購入特典でさ、シキングのカードつきますよーとかだったら、まあ、買ってもいいかなーと思うんだけど、俺多分ね、そんなにね、あの、興味を示さなければね、いくら虫キングで言えど、何でも買いますよってタイプじゃないのよ。うん。例えば虫キングの CD が出ますって言われても、そこに購入特典みたいなのがあったりとかしたら、 買うかもしれないけど何て言うんだろうそんなにどうしても欲しいですみたいな感じではないんだよな。うん。カードがついてくるとかだったら、あの、喜んで買います。多分危機として買うよ。うん。まあ、基本的に俺はね、カード目当てだから、ムシキングって。うん。まあ、カードがなくてもね、遊ぶんだけど、まあ、それは別にいいや。ちょっと話が長くなりそうだからね。話が脱線してくるよね。いろいろとね。 うん。でも、こうやってね、あのー、好きな食べ物とかさ、好きなドラマとかさ、ねなんか、語っていくといいよね。お母さんの好きな俳優さんは誰ですか俳優さん、鷲見さんかな鷲見慎一さん。あとは、大杉蓮さんとか、椎名吉平さん、吉平さんとか女優で言うところってあるだろう俺あんま女優詳しくないんだよな。女優、この人がいいなっていう人ってあんまりね、 なんかいなかった気がする。別に男ばっかり好きなわけじゃないけど、女優で言うと大好き。トライエリカとか、好きかなうーん、なんか、なんか、あんまり女優さんっていう女優さんが出てこないんだけど、好きなアーティスト。スキマスイッチかなスキマスイッチとかミスチルとか、 かな小袋とかそこら辺かなうん。まあこうやってね、ちょっと質問コーナーを今、いくつか紹介していったけど、まあ時間があればね、こうやって答えていくので、もしよかったらいつでも受け付けてますので、まあ聞いてください。まあ強いて言えば、時間があれば答えていきます。で、多分これがラストの質問かなまだいくらでも質問あるんだけど、まあちょっとこれがラストにしときましょうか。 最近ハマっているゲームは何ですかカブトクワガタ。カブトクワガタだね。うん。カブトクワガタ以外ないね。これはもう即答だね。あとポケモンスカーレットやってるかなうん。そういえばス、スカーレットさ、来週だか今週だかさ、あのバックフーン出るでしょ。俺バックフーン好きなんだよね。あの、ポケモン金銀時代に俺、最初に選んだポケモンって、ヒノアラシだったの。ヒノアラシはね横チョコリータの順番。 これ5三期全部選ぶんだけどさ、基本的に順番があって、だいたいこいつ最初だよな、みたいなのがあんだよね。だいたい炎ポケモンを選ぶことが多い。炎ポケモン、水ポケモン、草ポケモンかなだいたい選び方が。だいたいね。まあその通りじゃない時あるけどさ。<laughs> まあそんな感じです。まあ、こうやってね、今日はちょっと、この多めにね、語れたから、よかったかなと思います。 ちょっとね、長く喋りすぎたかなっていうのも多少あるんだけど、辛さが泣いてる。<laughs> うん。まあ、てなわけでね、動画は以上です。この後ね、ゲーム紹介動画を撮るので、よかったら見てください。それでは、聴いてくれてありがとう。また後でよろしく。